はい、皆さんこんばんは、ニワトリです。今回はクッキーランキングダムのギルドメンバー募集を行っていこうと思います。ちょっと遅くなってしまいましたが、すいませんが、今からやっていきますのでよろしくお願いします。で、まずはじめに、この動画一つで、ピュアバニラサーバーのニワトリ小屋、ホーリーベリーサーバーのリビングとユナイト、すべてのギルドのメンバー募集を行いますのでお気をつけください。自分がどこに入りたいかとか、どこに入ることができるかとか、そういったところをちゃんと確認して募集をしていただきたいと思いますのでよろしくお願いします。で、画面切り替わって今回の、ギルドの募集についてのいろいろ注意事項とかお話なんですが、まず一つ目こんな感じで、鶏小屋、鶏リビング、鶏ユナイト、各個注意事項が書いてありますので、こちらをちゃんと確認していただきまして、で特に気をつけてほしいのが、これ毎回、何度説明してもあるんですけども、サーバー違い。ピュアバニラサーバーの方は、ピュアバニラサーバーのギルドしか応募できませんし、ホーリーベリーサーバーの方は、ピュアバニラサーバーのギルドに応募したとしても、そもそも名前が出てこないということになりますので、毎度ね、この結構間違えてコメントして、あれあれってなってる方も結構いますので、このサーバーについては注意していただきたいなど、鶏小屋に入りたい方はもうピュアバニラサーバーである必要がありますし、リビングとユナイトに関してはホーリーベリーサーバーでプレイしている必要がありますのでお気をつけください。あとはそこまでって感じかな。読んでいただければ。で、リビングとユナイトはどちらもね、一応ユナイトの方が強さ重視っていうことでやっておりまして、で違う条件で言えば、討伐戦で100万以上のダメージが出せる方となっておりますので、ちょっとこちらがね、強めにアクティブに活動していきたいなっていう感じのコンセプトでやってるのが、このニワトリユナイトでございます。で、このギルドの順位で言うと、ユナイトが今は100位近くかな。で、このリビングの方が今400位近くかな。ですが、どちらも 1% 報酬は最大となっておりますので、こちらは自分のあった方に応募していただけるといいんじゃないかなと思います。で、次に共通の注意事項ですが、こちらですね。まず一つ目、毎日ログインしてくださいよ。毎日参戦、討伐戦とか、例えばイベントとかがあればそういったものを毎日参戦してくださいよ。やってくださいよということですね。で、二つ目が、活動が他の方と比べて明らかに悪い場合は、どんだけ今まで例えば異物とか領土スコアとか稼いでいたとしても飽きちゃったりとかやめちゃったりとかで明らかに他の方と比べても活動が悪くなってきている場合に関しては脱退とさせていただきます。で、3つ目、その他ギルド活動にも問題があると判断した場合もこれどういうことかって言ったら、例えば揉め事とか悪口とか、ちょっとね、モラル的に反しているところがあるな、ギルド活動にちょっと問題があるんじゃないかなとかっていう方も脱退とさせていただきますのでよろしくお願いいたします。今のところそういった方はほぼいないかな。で、少し戻って募集人数に関してですが、これちょっと約って書いてあるんですけども、ちょっとまだ整理途中な感じで、大体は終わったんですけども、もしかしたらちょっとまださらに増えたりするかもとかっていう感じなので、一応ここは約っていう表記にしております。実際に抽選とかそういったものを行うときには、現在空いている定員分でメンバーの決定をさせていただきますのでよろしくお願いします。はい。で、2枚目に戻りまして、で、活動が他の比べて明らかに悪い場合は当然ログインと参戦とかはそうなんですが、例えば異物、守りの戦役であったり、領土スコア、鍛冶屋で作れる生産品を使って領土をね、広げていくための、納品とか、そういったものをもう全くやっていない方っていうのは、ちょっとやっぱりね、周りから白い目で見られてしまう。ギルドの管理者の方たちとお話ししても、ちょっとさすがにゼロはないんじゃないとか、明らかにやってないよねとかっていうのが、そういうのも見えてきちゃったりするので、そういった名前が上がったりとかしてしまいますので、そういったところでもね、活動が悪い方は、クッキーランキングダム全てにおいての活動がね、悪いなーっていう方は、かなり危ないのでお気をつけください。はい。で、次は定員を超えた場合は抽選とさせていただきます。いつも通りのルーレットでやるか、くじみたいなやつでやるかっていう感じなんですが、抽選の動画を撮るかどうかっていうのはちょっとまだわかりませんが、もし撮らない場合に関しましてはコメントで直接お返事をさせていただきますのでよろしくお願いします。で、今回いつもと応募方法が違うところは、この動画にコメントをしていただくのは変わりないんですが、一つね、ちょっとこちらのその集計がしやすいように、またはちゃんと動画を見ているかどうかっていうところでですね、キーマークというものを頭に入れてコメントをしてほしいなと思います。で、このキーマークがない場合は無効。そして名前が、これも毎度あるんですけど、名前間違いとかで出てこない場合というのも無効とさせていただきます。で、このコメントの打ち方というか例があるんですけど、それキーマーク星というものを入れて、その後ろにゲーム内の名前を入れていただければもうそれで OK です。で、このキーマークですね、こちら見ると、はい、このようにどこに応募するかでキーマークが変わっております。鶏小屋の場合は星、リビングの場合は丸、ユナイトの場合は四角となっておりますので、しっかりと自分が応募したいところのキーマークを覚えて、それをコメントに書いて、その下にゲーム内の名前を書いていただきたいなと思います。今までであればピュアバニラサーバーとかユナイト希望とかいろいろとバーッと書いてあったんですけども、このキーマークを導入することによってこちらも見やすくなるかな。そして間違いとかも防ぎやすくなるんじゃないかなということで、今回からこちら試させていただきますのでよろしくお願いいたします。はい、ということで今回のメンバー募集の説明は以上でございますね。何かね、わからないことがあれば気軽にコメントとかしていただいたらお答えさせていただきますのでよろしくお願いいたします。またこの動画では説明していない、例えば締め切りの日時とか、そういったものに関してはこのコメントの概要欄の方に記入しておきますので、よかったらそちらもね、ご確認の方をお願いいたします。はい、ではこちらのキーマークの画面を映したまま、僕はね、このままフェードアウトしたいと思いますので、今のうちにこちらをしっかりね、覚えて、ギルドに入りたいよという方はね、コメントしていただければいいかなと思いますので、よろしくお願いいたします。それでは今回の動画はこれで終わりにしたいと思います。さよなら。